皆さんどうも、今日はありがとうございます。この祭りね、本当に今まで本当に嫌だったんだ、この祭りは。俺は好きじゃなかったんだけど、本当に好きになりました。ミダマンのね、お金を持ってね、一回だけ顔開いてんだけど、いいよいいよ、次入れてやる、今度入れてやる、むちゃくちゃ泥つけて、これは昔やる、これ入れるよ入れるよ、顔入ったのはね、二回だけあるの。ねえよ、絶対ねえよ、絶対ねえよ、そうなんだ。このね、前あたりにあった時とね、治病神社の裏にあったら、治病神社の裏にあったの言ってんか。あの頃自分でね、お姉ちゃんあげたよ、夜な、自分しようがわかんない。腰のこれぐらいまで、そこだから今の八角あるとこだよね、あれから、そう、あの裏、石垣の裏、石垣の裏、石垣の裏、もう真っ暗なんだ。大体、その時はね、大体ハムやね、またかよ、泳いでよ、ないですかね。それでね、言いたいのは、あのお願いなんだけど、あの奥のね、おじさん、奥のおじさん、3年ここね、生きて日々になっちゃダメだよ。クッキーいっぱいあったの、全部食べたんだ。アミーさん、アミーさん聞いてるよ、頼むよ、食べ物なんだから。みんな葉っぱかけてくんないと困るよ、まだ死んじゃったらダメだよ。みんな元気でやってよ。すみません、令和8年度の、若い市から大若い市に上がる、5名発表します。亀山を含め以上5名が、次年度、大若い市となります。よろしくお願いします。の方からが重複しますんで、最初に現在筆頭なさっている方を紹介します。まずはね、ここに、新しい筆頭さん、大井隼人君、田中雅夫君、岡島孝之君、田中光栄君、以上の14名の方で、の陣容でビシッと、来年次年度の次回の祭りをビシッと締めていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。代表を務めていただきます中澤満さんからです。では8年度の開催の、サンバ会社の筆頭代表を務めさせていただきます、中澤満です。平成8年に新デリで入部いたしました。その時は代表は重たいだったですね、はい。副代表が吉郎さん、亡くなった吉郎さんと、あと亡くなった小内さん、すごい強烈なメンバー。それから約30年経って、もし代表をやる日が来るとは思ってはいなかったんですけれども、伊勢君の後を引き継いで、世界最高の祭りをまた平成8年の時に務めたいと思っております。令和昭和来たよ。最後になりましたけれども、一期5年という長い期間で代表を務めた、浦井代表、元代表になっちゃうのかな、本当にお疲れ様でした。ちょっと
聞いた限りだと、ちょっと入試の話になってしまうんですけれども、中澤人間で若い種の代表をやったりとか、意外と思う、ご自分やったことないよね。ない。ないね。おやじの時はね、小本が代表でしたからね。はい。なので、そんなプレッシャーもちょっとあったりはしますけども、まあ、最高の祭りできるように頑張りますので、やっちゃえよ！よろしくお願いします！どうも、この陣容でやりますので、一つ皆さんよろしくお願いします。いやいやいや。